くん、そう言ってる間に出てきました。サウナ。あ、まずは銅メダルおめでとうございます。イエーイ。そして、世界選手権。有言実行の脱代打。そう、毎回さ、テレビとか見ててもさ、脱代打の神様とか出てきてさ、どうなんだって思いつつ、でも、代打の神様だからね、代打で、ただの代打だけじゃなくて、代打にいたときに神演技をしてたっていう実績があって、で今回はそこから代打が抜いて、よし、あ、神様だ。神様。友野君はもう多分神様になる存在だ。やってくれると信じて。